はい、ブレスオブファイヤー2続きやっていきます。ね、続き。ね、カエル仲間になりました。タペタっていうカエルが仲間になったんですよ。ちょっとね、こいつ全然覚えてないプラス、何ができんのっていう。ハサート、素早さが一時的に上がる。そんなに強そうじゃないですよね。ただ、多分この特殊能力ですよ。これ、多分ね。ほらほらほら。あー、でっか。何が呪いかかってたのこれ。もうこの状態が呪いかかってた状態と似てますけどね。魔女に呪いかけられてたんですよね、こいつ。でも、変わってなくないですか別に。あれ、本当に呪いだったのは、食べた皆さん、この素晴らしい城、私の城、スイマージョもです。素晴らしい城と思ってもいいですね。皆さん、私の恩人好きなだけ楽しんでゆくがいいです。そして私の城の人々、王子様がただいまです。なんか言葉よくわかんないよ。みんなお帰り言うと私喜ばせるですね。は？言葉がわけわかんない。あ、どうした？聞いてるよ。どうしました？私の城の人々。久しぶりに大好きな王子様が帰ってきましたね。恥ずかしがらずこの胸に飛び込んでくるがいいですね。お、お、お。あれかな？そうでしょう。どうしてあの手のやつってあったかくなると出てくるんだろう。え、嘘つきおう、ノンノン、歯がいじめはノンです。ちょっと痛いですから王子様に失礼ですね。はーい、ちょっと我慢してね。いい子だからね。あー、完全にやばいやつ扱いされてますよ、食べたさん。嘘だったの。おう、手足を持って運ばれるの楽しいですけど、ちょっと恥ずかしいです。みんなが私を見て笑っているので、早く下ろすがいいですね。あー、どうなんだろう、これ。おうおう、腕長。お、こっちが王子？どうもお騒がせしました。私が、この城の王子、エカル・ホッパ・ド・ペ・タペタです。と。もうお分かりだと思いますが、今のは偽物？偽物なの？あの男は自分が王子だと思い込んでいるのです。あの者がご迷惑をおかけしたことを私が代わってお詫びいたします。なんか嘘ついてるとは思えないんだけどな、さっきのタペタ。お帰りの船とお詫びのお金を表に用意しました。誠に勝手ではありますが、それでご容赦いただけませんか？タペタ多分嘘ついてないと思うな。このような愚かなことで皆様の時間を無駄にはできません。さあ、後のことは私に任せて、先をお急ぎください。タペタが気になります。このような、ダメ？もう一回だけ、いいえ、ダメか。メルシー、わかっていただけましたか？それではお気をつけてお帰りください。ああ、でも動けるじゃん。本物と偽物、オリジナルとコピー、一体何をもってその二つを区別するべきなのでしょう。なんか深いこと言ってる、こいつ。王子様みたいな釣り目もいいけど、さっきの人みたいな眠たげな瞳も捨てがたいわ。あれ？めっちゃそんなに嫌われてないじゃないですか。偽物ね、またペタペ様が。キキうるさいわよ、ペタペ様って。王女様のことよ、急に賢くなったから変だと思ってたんだけど、やっぱりそうだったのか。急に賢くなったと思ってたけど、やっぱりそうだったのか。タペタの方頭悪そうですよね、だって。さっきの人、昔のタペタ様によく似てたわね。なんだ。やっぱそうなんじゃないですか？さっきのやつ、青いやつの方賢そうですもんね。なんだ、みんなうすうす気づいてるんじゃないですか？なんでじゃあ、ね。昔の王子様だ、みたいな。サオデラックス？急に木の竿から竿デラックスですよ。そうなんだ。まあまあね。いいか。ミミズもね、一緒に装備しておきますか。なんだ？ここら辺さっきいなかったけどな。いらっしゃいませ、ビキアです。サーベル、銅のバトン、アイアンナックルは、ランドさんですね。買ってた方いい？ちょっとサーベル、銅のバトン買ってあげようか。リンプね、素早さ早いんで、攻撃特化でいいような気がするんですけど、
あとね、ちょっとひいきするわけじゃないけど、リンプに鉄の胸当て買ってあげますよ。紙装甲なんでね。うん。別になんか、リンプにバッグ買って、わあ、めちゃくちゃ上がるじゃん。リンプにバッグ買ってあげてますね。別に、ひいきしてるわけではないんですけど、攻撃力めっちゃ上がった。サーベル買っておくべきか？買っておくか。サーベル。サーベル買いましょう。サーベル。結構上がるんじゃない？あ、そんなに劇的に上がるわけでも、12ってでも高いか。買っとくか。あ、でも銀の剣割と使えるんだよな。まあ、いっか。ちょっとお金は大事にしておきますか。ちょっと預けとこう。いらっしゃいませ、道具屋ですと。ここら辺買っとく？道具屋か、預かり屋がないか。いらっしゃいませ、宿屋でございます。いやー、いいですね。三人、パーティーって、ここくらいしかできないじゃないですか、あと。ちょっとやっぱりね、サーベル買っておきますか。鉄の鎧か、鉄の胸当てか、バックラーはいらないから、ちょっと待ってね。鉄の鎧、レンジャースーツで結構上がるか、バックラー、割のいいやつを買わないといけないっすよね。お、鉄の胸当ての方が強いんだ、鉄の鎧より。へぇー。あ、ごめんなさい、やっぱりいいや。やっぱりいいや。うん、お金いくらあっても足んなそうですからね。まあ探索しましょう。城の中に養殖場があって、新鮮な食べ物が手に入るんだ。だからいつもハッピーさ。そうか。エヴァエヴァエヴァ。神をみんなでたたえ。エヴァエヴァエヴァ。うん、最近食べた王子が作った歌だけど、なんか良くないわね。そうですね。なんかバカにしてるみたいじゃないですか。屋上にある風車で水を汲み上げてお城の中に流してるのよ。そうなんですか。ちょっとごめんなさい、邪魔なんですけど、こっち行けるかな？行けますよね、行ける行ける。あっちは行けないか。最近王子様がエヴァ教の話をよくされるんですよ。私はエヴァよりエビの方に興味がありますけどね。この上は王の間です。ちょっと先に、王の間が多分ね、目的地的なところですよね。街に戻ってもいいんですけど、めちゃくちゃ時間かかるからな。この城の伝説の冒険を狙って、ヌスットが入った。お、結局捕まって城のどこかで働かせられているんだって。ここは王家のダイニングです。あなた方のような薄、失礼な。薄汚れた方々にはご遠慮願いたいですな。ああ、カエルに言われたくないっすね。WC。ちゃんと WC って書いてある。お、水は流れる、ラララ。流れる酒は暗黒の暗くて臭い下水道、ララ。子供の頃はよくバケツに乗って遊びに行ったよ、ラララ。え？なんかトイレ、え？トイレからバケツに乗って出てたみたいな言い方に聞こえましたけど、違うか？え、なんかヒントですかね。バケツに乗ってトイレから出ていく？いや、わ、うん、あ？おお。最近の王子様、生まれ変わったみたいに働くから、城もまともになったよ。やっぱり、昔は食べた王子も、王様も遊んでばっかりだったからな。やっぱ本物じゃないですか。食べた王子が戻られてから、王様がおかしいんです。まあ、元から少しおかしかったんですけど。全然尊敬されてないじゃないですか。ぶっつ、ぶっつ、ぶっつ、ぶっつ。あ、おかしいですね。おかしい、おかしい。なんか呪いとかかけられてんじゃないですか。おー、こっちでよかった？というか、こんなに探索していいもんなのか。ああ、なんかね、座るところがありますけど。王様と、なんだろう、キサキ様ですよね。が座るとこっぽいですよね。結構奥まで行けますね。三人パーティーでどこまで行けるんだろう。この上は王子様の部屋です。勝手に入ると怒られますよ。じゃあ入ろう。お、食べた文字なんです、あなたたちは。めちゃくちゃ矢印があるけど、仕事中です。今すぐ出て行きなさい。嫌です。兵士の、あ、王子のお仕事を邪魔するな。出て行け。お仕事？お仕事？いや、これ見よがしにね、矢印。
矢印。出ていけ。まあそっか、やっぱり無理か。一度戻るか？戻るというか、え、これどこまで戻んなきゃいけない？多分町まで戻るんだろうけど、なんか救済措置ないですか？歩いて帰んの？いやー、めんどくさいぞ、それは。かなり距離あるぞ。そろそろなんか、キメラの翼って、あ、見てらっしゃいよ。何？何すんの？え、何すんの？え、船が！なんて重いんでしょう。たまりませんわ。ペタペ。やめてくれ！あ！やめてくれ！止めろよ！もう止めろよ！ああああ、うーん、頑張るのよ、ペタペ。おいおい、今止めろよ。ドウアリャー！すごい。結構ね、ワイルドな王女様ですね。ああ？ああ？どうすんの？はい。まずは私の話をお聞きください。いいですか？実は、あ、誰か来る！何この王女様。ひどいな。なんだ、ピン！なんだ今の音。なんで名前あるんだろう。パタン！さっきの人たちが帰るときに何か落としたんだろう？それにしても、まさか今頃になって本物を食べた王子が帰ってくるのはな。やっぱ通ってるね。うん。間抜けな王子様。あ！じゃあやっぱり今の王子は偽物なのか？ああ、もうでもそうかなと思ってたけど、やっぱりそうだったみたいだな。そういえばさっきのマルキータペタ様だったよな。ひどいな、昔のまんまの。じゃあさ、気づけよっていうね。なんか言ってあげなさいよ。うん。でも、どうなるんだろうな、あの人。あの人って。あ、隊長、おいお前ら、ぐずぐずしてないで、偽王子の見張りにでもいかんか。偽王子ってどっちのでありますか？え、みんな、周知の事実的な感じですか？ん？何言ってるの？あ、隊長気づいてない。え、牢屋にいる方に決まってるだろう。他に偽物がいるのか気づいてない隊長。無能ですね。隊長は分かってないみたいだぜ。食べたも、あ、食べた様もフラフラしてるから偽物に乗っ取られちゃうんだよな。かわいそうに後で差し入れでも届けようかな。そういう問題なんですかね。そういう問題でいいんですかね。うん。ペタペ、みんなひどいわ。偽物だって分かっても平気だなんて。どうして偽物を倒そうって言ってくれないの？確かに。偽物の方が有能だからなんですかね。あ、コッシュ沈んだ。あ、溺れたよ。ガボガボボガガ沈む、リンプ、あ、リンプも。あ、ニーナ、ニーナは？ニーナなんて言う？あ、もうダメ。あ、やっぱ普通のこと言いますね、ニーナはね。まあ、泳げないのなら泳げないとおっしゃっていただかないと。まあ確かにな。まあでもペタペが悪いよ。ああ、助けてあげたのね。そりゃそうだ。起きないな。ん？ああ、コッシュ、うーんとは喋るんだよな。まあ、お気づきになられたのね。よかったですわ。コッシュ、この女殴っていい？え、殴る必要ないっすよ。まあよかった、無事へ。まあ殴っても、ちょっと殴ってもいいっすよ。ごめんなさいね。あそこで、兵士に見つかると話がややこしくなるものですから、とっさに突き飛ばしたんですの。ワイルドですよ、ちょっと。でも、話はお分かりになりましたわよね。偽物をやっつけて、本物のタペタお兄様を助けてください。もっと詳しい話を。うん。お兄様がいつものように、ふらりと旅に出て、しばらく後、いつものようにふらりと旅出るんだ。偽物がやってきたのです。あいつはお兄様にそっくりの姿で、父をはじめ人々を騙してこの国を乗っ取りました。そんなに似てなかったけど、シュッとしてたし、青かったし。そしてこの国の王人間は、のんきなので、王子が偽物でもあまり気にしません。有能っぽいですもんね。このままでは食べたお兄様が偽物にされてしまうんです。助けない。そんなあんまり、この私が重い石を運んで船を壊したり、あなた方を水の中に突き飛ばしたり、いろいろ苦労してまでお願いしていますのに、こっちにはダメージしかないっすよ、と。ひどいわ、ひどいわ、キーン！
私がわがままな女だから言うことを聞きたくないのですね。そういうことではないんですけど、でもタペタお兄様には、罪はないんですよ。お願いです。やっぷーひどいわ、ひどいわ。やばい。これ、そうですね。はいはい。わかりました。しぶしぶ、そうですね。しぶしぶですね。ああ、感謝しますわ。それではまずこの道具を受け取ってください。何腕輪的な、これは付け枝といって、水の中で息ができる道具です。深いところでは、息が長持ちしませんが、この城で使うには十分です。これで水の中を通って、地下牢獄へ行ってください。そこにお兄様が閉じ込められているはずです。と。水の中を通れば、船着き場にも行けます。あちらの船は、まだ壊していないので、お城の外に出たい時にお使いください。まだ壊してないってなんで。密か壊すみたいな言い方するけど、水の中を通れば船着き場にも行きます。あちらの船はまだ壊していないので。はいはい。じゃあちょっと、これ3、そうなんですよね。ここでちょっとケチってるわけにもいかないか。サーベル買いますね。で、鉄の胸当ても買っておきましょう。そうですね。ここでね、あんまり、ケチってもしょうがないっすもんね。鉄の、はい、胸当て、はい、おー、はいよ、はいよ、ここらへん、あ、ファイヤーリング。え、めちゃくちゃ強いじゃん、これ。68? 待って、ステータスもう一回見ていい?いや、結構攻撃力高くなってますよ。そんなに、なんだろう、ニーナさん、攻撃力高くなくてもいいような気がするんですけどね。船着き場。ああ、こういうことね。ああ、あそこね。あそこに行けるんだ。え、どうする ?3 人で行ってみる?ね。3人で行ってみようか。多分ね、3人パーティーの、あ、ダンジョンだな。完全にダンジョンじゃないですか。ごめんなさい、ランドさんでも連れてくるか。そうですね。ランドさんでも連れてきますよ。本当は街に戻りたいんですけど、街に戻るのちょっとなぁ。でも一旦戻ろっかなぁ。仲間入れ替え。これ3人パーティーとかできないっすよね。ここで ?OK でーす。あ、もうできないか。やっぱ3人パーティーは無理なんだ。ランドさんお願いします。で、最適ならば、ああ、こんな感じになっちゃうんだ。並び替え、妊婦の方前なんだ、コスより。あ、こうじゃない、こうじゃない。こう、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 こうね。一旦戻る?気にはなるんですよね、でもね。どうしよっかなどうしよっかな戻って何があるでも。シャーマンたち気になりますよね、若干ね。よーし、ちょっとめんどくさいけど、いや、やっぱ戻らない、戻らない、戻らないことにします。なんか一回戻る、戻らなきゃいけない時が来るでしょ?その時でいいや。うん。さすがにいいか。ちょっとね、ランドさんの装備も整えてあげますか?ランドさん何か、アイアンナックルっていうね、武器があったんですよね、確か。そうそう、これ。ああ、微妙に変えないか。あ、待って、でもここにクロスボウあるよ。ね。ボスの武器。え、そろそろ仲間に復帰するんじゃない?ね。なんかそんな気がするなえ、あ、ハンドナック25でしか無理だから、まあしょうがないか。そろそろボッシュ。ね、復帰しそうですね。ここか。ここにいるんじゃない?じゃあ。ね、聞き耳頭巾を盗んだやつ。よし、行こう。行こう行こう行こう。ボッシュ仲間にしたいんですよ。ランドさんよりもボッシュがいいなぁ。あ、一瞬で、ね、あんたたち見かけない顔っすね。残り物でも朝に来たっすか。金のハエで一回料理を作ってみたいっす。金のハエは料理人の憧れっす。ハエ金ハエですよ。金のハエ
めちゃくちゃなんか有害そうじゃないですか。今日は何を作るっすかね。のんびりさんたち。お、めちゃくちゃいる。キッチンはコックの戦場っす。そっかそっか。椅子にじゃない、ただうろうろしてるだけですけど。何かしてるようには見えないけどな。はい、こっちは？おー、あ、あいつじゃない、こいつじゃないの？違う？違うかな？みんなピッチピチでうまそうっす。コツを目の前にして見張りの仕事をしないな、しないといけないなんて。うわ、ミミズ、気持ち悪くないなっち。こいつは盗みに入った罰として、ここで働かせているっす。つまみ食いをしないのが大助かりっすよ。ゴキブリじゃないの？この下にいんの。かわいそう。めちゃくちゃ気持ち悪いじゃん。こいつ、ミミズがいっぱい。は？あ、食べてみる。あ、なんだよ。うん、誰が言ってんのこれ、やめときって。え、ね、じゃ、タペタがさ、一番前に、ね、この戦闘にしたら食べるんじゃないのね。ハエさんですかこれは。ハエに話しかけられたりは、しないよね、そりゃね。あそこ行けないかな。あ、行けるじゃん。なんでニーナを前にしたかはちょっと意味わかんないですけど。え、でもこんなところにいるの、あの、ね、泥棒ね。なんか、しょぼくないですか？まあ、いっか。行こう行こう。え、でも何をしに行くんだっけ、これ。あ、タペタを助けに行くんだ。そうだそうだ。全くつかみどころのない奴が絵を描くのが上手みたいだな。そうなんだ。隊長ですかこいつ。あ、隊長ですね。なんだお前たち、このバカに、王子様ですね。申し訳ないが、このバカには誰も合わすなという命令なのだ。どうしても会いたいなら、この、また今度、お前たちはこいつと違って少しは賢いようだな。別に戦いたくないな。あ、じゃ、どう、ごめんなさい。こんなバカのために命を捨てる気か、お前たちもかなりバカだな。バカバカ言い過ぎですよ。おお、思ってたのと違いましたね。めちゃくちゃ強そう。ババで効きそうじゃないこれ。あー、でもその前に攻撃力下げよっか。攻撃力高そうじゃないですか。そうでもなかったな。この鳴りの割には、素早さは割と高いっすね。コッシュよりも高かった。素早さはね。あ、あれ攻撃力下げたんだよな。あ、いいのか、いいのか。混乱してましたね。何しよっかな。防御か。防御下げよっか。53。割と食らうけどね。反撃してくるタイプね。ごめんなさいね。別に倒したいとは思わないんだけどね。多分これしないと進まないでしょ。進まないって、あ、失敗した。必殺68。もう一回ちょっとね、デイル、防御力下げたいっすよね。こんなことしているんならなんか、ね。技使った方が、ああ、弱くはないけど、こっち、アプリフ。ニーナはレベル16になった。ごめんね。こんなバカを引っ張り出して、何になるというのだ、グブ。ああ、爆発しちゃったよ。やりましたわね、皆さん。ごめんね、隊長。これでお兄様と話をすることができますわ。早くおいでくださいな。何してんの？ちょっとデッサン狂いましたね。のんきなもんすね。お兄様。お兄様ってば。おう、妹よ。おう、ムッシュコッシュ、ムッシュコッシュ。せっかく来ていただいたのに立て込んでいて悪いですね。私、この通り皆さんをもてなすことできませんが、楽しむといいですね。ところで何かご用ですか？何書いてるの？ああ、どうですか？私、なかなかいい色を出す。出てる思うですがね、なんか喋りが難しいな。
星さんお願いです、お兄様を助けて、もう出ろよ別にないかな、会いに来てくれて嬉しいですね、ゆっくりして行くがいいですね。別になんかそんなにね、独房に入っててもそんなに辛そうじゃないっすよ、絵が好きなんですね、ウィー、え、とてもいいね絵が、絵がの後にね、これね、点が入ってるのが面白いですよねふざけてますもんね、ウィー、え、とてもいいね助けに来た、はいはい、助けに来たよ、私助けにいいですか、おう、感激しました、私いい友達できましたね、少し待ちなさい、感謝の印にこの絵を描き上げてやるですね、そんなのんきなことを言ってる場合ではありません。ペタペがさ、まともに見えてきましたね偽物扱いされて悔しくないのですか、なぜ悔しいのですかね、私食べた王子からただの食べたになるだけ、あーすごい、ちょっとね、達観してますね。私に本物も偽物もありません。あ、すごい。え、なんかね、すごい心が広いというか、素晴らしい人格者なんじゃないですか？食べた。お兄様のバカ！私がこんなにお兄様のことを心配しているのに、そうですよ、バカバカ。あー、泣いちゃった。のんのん、泣くのはおよし、女の涙は好きな男のために取っておくものですね。ウィー、私考えます、ちょっと待ちなさい。タペタ、そういえば王家の指輪ありました。タペタちょっと好きになりましたね。ちょっとね、強いっすよね、どんな時でもね、ちょっとね、なんか楽しく生きれるっていうね、王子からただのタペタになるだけってね、いいですね。そういえば王家の指輪ありました、あの指輪持つの本当の王家の人間ですね。そうですわ、その手がありましたわ、王家の指輪は王家に一つ、お兄様があれを見せればどっちが本物かわかりますわ、よかったですね、ペタペ一言ですね、おお、そうでしたね、ムシコーシュ、私王家の指輪を魔女のニムフさんにあげてました。あ、そうなの、それ取り返してきなさい、来なさい、来なさい、厚かましいお願いですが、聞きなさい、シルブブーで。魔女に取られたんですの？のんのん、ニムフさん悪くない。とても寂しがっていたので、私が指輪プレゼントしたのですね。はぁ、あんな大事なものをよりによって魔女なんかに、お兄様どうかしてるわ。寂しがってるから指輪あげたんだ。取り返してきなさいって言われるのがちょっと気に食わないですけど。でもなんかすごくね、心が広い王子様ですね。本来ならあんまり良くないんでしょうけどね。うん。じゃあちょっとね、魔女のところに行きますか。魔女のところにね、この4人で行けばいいんでしょう。じゃあちょっと魔女のところまでね、行ってみましょう。魔女のところに来たら、ただいま留守にしておりますと、ご用の方は西の山猫レストランまでお越しください、ニムフさん。あれ、そっか、あー、じゃあ、あの山猫レストラン行きましょうか。一気に行けないかな、これで。あら、ランドさんのこれね、扱えるんですけどねぶつかっちゃうとこうなっちゃうからな。よし、レストラン行こう。はい、山猫レストラン来ました。リンプーさん前にしとく。おお、筋肉部長、この間ハンターの二人組がいらっしゃいましたが、これ誰のこと言ってんのかな。あ、これあれかなんだっけ、原作の注文の多いレストランのね、めっちゃ人いるね、原作の2人のこと言ってんのかな。ニムフ、遠いでしょ、めちゃくちゃいるじゃん魔女。ニムフといえばあの子、まだ可愛い男の子をコレクションしているのかしら。ニムフ、その辺にいないかい。おばば、どれですか。魔女学校は女子校だったから同窓会がつまんないわね。ここにもいい男っていないわねって当たり前か。みんな魔女だもんね。え、コッシュが話しかけた。なんか変わる？変わんないか？
ああ、そうですね。うん。いい男認定されてないです。今日は魔女たちのパーティーね。美味しいお肉を焼こうね。うほほ。何の肉大丈夫か？私たちああね、強いやつにだけご馳走すると。その子、酔っ払うと絡むから気をつけた方がいいわよ。こいつですね。合コンしないと。ランドさんは？ああ、ランドさんでもいいの？リンプーは？あ、リンプーでもいいんだ。あれでもいいの？あー、何さ、何さ、誰も私を好きに言ってくれない。奥のやつかと思った。あら、何よ、私を悪いものにしに来たの？え、指輪ですって？あら、何よ、トイレに落とした。あ、やば。バケツか？あ、何を、何よ。どうせあんな指輪つまらないものなんでしょう。めちゃくちゃ大切なものです。ふんだ、好きに探せば私はもう知らないんだからね。ちょっと可愛いですね、ニムフさんね。こいつは？ウィー、バルハラ！え？あ！あ！ 後ろのね、戦うところもちゃんとね、山猫屋さんになってるわ。なんだ、無視してよかったな。まあ、レイガーとか打っとく？魔女。名前ないですね、この人。ニムフさんより強いってことないよね。ニムフさんくらいじゃないの？出会ってほしいんだけど。突撃で良くないもん。はい、ほらほら、そんなに強くない。ゼロ。金持ってねえっすね。ああ！何度も戦えるやつだ。なんかそんな気はしたけどね、話しかけたくなっちゃったんすよ。なんかレアドロップとかないっすよね。なるわけ。ああ！バリューやだ！全体攻撃はやめてくださいよ。まあまあ、でもまあ、そんなに強くないか。こっちが強くなったんすね。経験値もそんなに上手くないから二度と話しかけはしない どうする？だって、トイレ探すってどうやって？ちょっとさすがにリンプーさんかわいそうなんで、ランドさんお願いします。トイレに 飛び込む？トイレに飛び込む？トイレに飛び込むっていう発想がおかしくないか？まあ、入るしかないか。あ、もうあるじゃん。これでしょ？あ、しまった。手が滑る。おい、何してんだよ、ランド。ああ、行っちゃった。なんか出てきそう。あ、来たよ。あ、いた、あった。妊婦は指輪を手に、あ、手に入れた。やった。ああ、何にもなかった。なんかね、ボスキャラでも出てくるのかなって思った。そういうことじゃなかったっすね。トイレの中ってこうなってるんだ。別に敵も出てこないか。なんだよ、これ何のために？何のためなんだろう。まあ、いっか。何さ、あんたたち、そんなもののためにトイレに飛び込むなんて変なんじゃないの？変ですね、確かに。王家の指輪ですって。嘘ばっかり。そんな大事なものを魔女にあげるバカがどこにいるのよ。タペタですよ、タペタ。どうせ、そうよ、本当に大事なものを私なんかにくれるわけないもの。ひねくれてますね、もうね。あげたんですよ、タペタさんは。あなたに寂しそうだからって。ねえ、優しいじゃないですか。あ、いなくなったよ。ああ、君はトイレにずっといるの？タペタ。に合わせたいっすね。魔女のパーティーは終わったよ、私たち。じゃあ、なんだ、割と簡単に手に入りましたね。うん、これ、ね、割と簡単に手に入りましたよ。もうちょっとめんどくさいかなって思いました。じゃあ、タペタのところに行きましょう。はい。スイマー城でしたっけ？ここ、スイミー城でしたっけ？スイマー城か。着きましたね。これもう、あれですか？なんか、聞き耳ずきん、手に入りそうな予感がするんですけど、ボッシュ。ボッシュ。やっと、
ねえ、濡れ衣話せるんじゃない？そしてやっと仲間にできるんじゃないって言ったけど、アンドさんの方が使えるかもしれないですねってね。でボスね、使いたいんですよ、犬。うん、ワンワン使いたいんですよね。ランドさんより使えなくても使いたいんですよね。やっぱね、相棒、最初からいる仲間っていうのは大切にしないといけないですよね。タペタもね、なんか割といいキャラですけどね。メルシー、メルシー、僕、私喜びました。あーはんな、指輪懐かしいですね。私こんなものでしか彼女に気持ち伝えることできなかったのでしたね。おう、不器用な恋の結末は、歌なんて歌ってる場合ですか。早くそれを持って偽物をやっつけに行きましょう。あ、とかやっつけなきゃいけないんだ。おう、妹よ、あまりキーキーよろしくありません。私が心を落ち着ける歌を、あ、めっちゃ怒ってる。今は歌を歌う時ではありません。本当にいつまでものんきなのですから。さあ行きますよ、偽物をやっつけるのです。あ、ボス戦っぽいですか。おうおうおう。ああ、妹よ、私は悲しんでいます。なぜお前はその偽物と親しくするのですか。あ、ちょっと喋り方は似てますね。可愛い妹がそのような見苦しいデブの方を持つのはあまり楽しいことではありません。やっぱ似てないですよね、デブとね、細身ですもんね。あ、大玉にサイン、偽物はあなたの方でしょう。これからここにいる本物のタペタお兄様があなたをボッコボコにしてくれるわよ。なんなん、ペタペタのはしたない言葉使ったらダメです。お兄様はちょっと黙ってなさい。とにかくあなたが大きな口を聞いていられるのも今のうちですよ、と。カエルだから大きな口ではあるんだろうけど。さあお兄様、指輪見せるのです。本当の王子である証拠。ウィ、見てください王子様、これ私の指輪ですね。どうです、これを見てもまだお兄様を偽物だと言えますか。おやおや、妹よ、何を言い出すのですか。あ、持ってる。王家の指輪は私が持ってるに決まっているでしょう。え、偽物は何ですか。偽物を持ってるんですか。さあ、もうこんなつまらないことはやめにしましょう。ペタペ、お前は騙されているんだよ。え、なんでって話ですか。そう、そんな王家の指輪が2つ。あ、あなたの指輪は偽物よ。ふう、ペタペ、いつまでもお前の冗談に付き合っている暇はないのだ。その偽物を、はあ、死刑にしないとお前は諦めないのかい。死刑はかわいそうですよ。さすがのタペタもね、死刑は嫌でしょう。お父様、タペタお兄様が苦しんでいるのにどうして何もおっしゃってくれないの。おう、なんだちゃペタペか。お前も死んだ母さんいて怖いの。それより今夜のディナーにはハエのプティングが食べたいぞ。気持ち悪いっすね。まあね、カエルだからキヒー。まともなのがね、ペタペさんだけなんだろうけど、この子もまともなのかっていう感じですけど。お父様のおバカ、こんな時にディナーのお話なんて、ハエのプティングですって。あ、何？そうだ、プティングよ。お兄様は料理が得意でプティングがとっても上手だった。料理の味を見ればどっちが本物かわかるはずよ。あはははは、味で勝負だって。私の作ったプディングが食べたいのかい。いいでしょう妹よ、お前の気持ちが済むように何でも作ってあげよう。お前が言った通り私は料理が得意だからね。あー、食べた負けそう。大丈夫ですわね、お兄様は負けそうですけどね。料理だったらお兄様が負けるわけありませんもので、ね、負けそうですけどね。勝てないときは私どうなりますかね。死刑になるんじゃないですかね。ね、好きになるよねこれね。その時は君とも仲間たちに消えてもらう。なんで仲間まで。ああ、僕たち関係ないでしょ。王子の私をそこまで振り回したのだよ。その行いは死に値する。わ、怖っ。さあ彼らをキッチンに案内して差し上げろ。急になんかシリアスになりましたね。さっきまでふざけてた感じがしたんですけどね。こちらついてこい。さあここだ。それにしても王子様と味で勝負とは。王子様料理の名人だぞ。お兄様分かってるわね。昔作ってくれた金映えのプティング。ああ、金映え、なんかさっき話してましたよ。プティングさえできれば絶対に負けません。うまよ。でもあれは材料が命ですね。私ゴキブリとネギのサラダ、ミミズのカラメルソース、そして
品映えのプディングを作ろうと考えているのです。だから皆さんはどこかから材料を持ってくるといいですね。シルブプレー。じいさんのところに行こう。おや、美味しそうな気持ち悪いな。美味しそうな話をしてますね。ゴキブリにミミズに金映えですか。では私もそのメニューにしましょう。ペタペさんの好物ですしね。私はお兄様の料理が好きなのです。見てらっしゃい。偽物には負けるもんですか。やれやれ。まあ料理を食べればはっきりするでしょう。負けると偽物とその仲間は死刑ですから。死刑って急に重いな。せいぜい頑張るようにね。ミミズはもうありますもんね。ゴキブリは、二度じいさんに頼めばいいのかな。さっきね、厨房にありましたけどね。皆さんお聞きですわね。この勝負にはお兄様だけでなく、皆さんの命もかかっています。なんで勝手に。ファイトですわ。ファイト！ああ、軽いぞ。金牌さえ手に入れば勝てますわ。昔この城から逃げ出した伝説の金牌が地下にいるという噂があります。あれがもし本当なら、金牌ゴキブリミミズ。できるだけ大きいやつを持ってくるといいでしょうね。金牌さえ手に入れば、ああ、はいはいはい。なんか嫌な予感しますね。おろち様の邪魔をするな。そんなに私がやっていることが気になりますか？そんな暇があったら、あの男の手助けでもしてやった方がいいんじゃないですか？ああ、邪魔っす。シンプル。王子様の材料はどれも最高級っす。お前らは真似したくても、どこに天然物がいるのかわかんないっすよね。教えないっす。王子様の邪魔をするな。なんか多勢に無勢じゃないですか、これ。で、食べたね、一人ってこっちで作ってるのに、こんなにね、仲間がいるよ、王子様の方。偽物の王子様の方なんでしょうけど、WC。何これ？なんだろう？行けないな。どこかな？怪しいところといえば、偽物の王子様のあの寝室ですよね。多分あそこが一番怪しいんじゃないですか。ちょっと待って。こっちの下は？厨房、あ、そっか、これ厨房に繋がっているところか。そっか、さっきここ通れなかったっすね。そうだそうだ。じゃあこっちに来ても変わらず、この人なんか言う？そっか、王子様。のものっす。さっきの隊長のさ、部下、金の灰で、そうですね。部下たち、どこに行ったんですかね。まあ多分奥地でしょうね、と思うんですけど、割と時間取ってますよね。ちょっとこれくらいで終了します。ということで、次回ね、まあ、地下に行くんだろうな。王子様の寝室から地下に行けるんだろうな、と思うので、そこから再開します。では、ここまで見てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。